さて今回のディープロックギャラクティックサバイバーは新マップのね10ステージのバイオマスターでやっていこうと思うんですけど、ここね、どうなんだろうと。最近やってなかったですが、このドリラーの姿でちょっとやっていこうかなと思うんですが、あんま狙いはないですね。初めて見てるだけで何かねなればいいなという感じで。さあこのマップはまあとにかくね新ギミックが多いわけですけど、ちなみに連射でいいか。まあ、マップとしては結構大変な方で、まあ、硬い敵相手苦戦してるわけですね。まあ、その対処法というかね、まあ、自分と距離取ってね、敵を強化する盾キャラがいるんで、設置系が良かったよね、みたいになってますけど、3でいくか。3でいきましょう。3というか、スバタを強化したい。スバタ過去に何回か失敗してますからね。なんか強くなりきらないんだよな。サンスバタっていうね可能性を信じてるんですけど、なかなか答えてくれなくて。でこのこうやって終われる、まあ横からも入ってくるから完全終われるだけじゃないですけど、あいつが一番厄介、ダメージで言うと厄介なので、お鉄を3とかで倒す。後ろに3残すのが一番ねいいんじゃないかなっていうマップだね。あいつ当て止まるんで近づきはね1匹いきますけど、まあ離れるか近づくかよ。で、最初この辺から始まってぐるぐるしたんで、案外こっち行ってない、ね、下行ってない、ちゃんと下行ってないね。でジャンプ台がかなり強いんですけど、まあ、配置がねランダムなんでね、まあ、当然マップもそうですから。空白地帯がね悲しいよね。全く手が入ってないですから。いや今最高。さあ、まあ、姿がどうなるか、これ重要ね。姿リロード早いんで、まあ、ダメージと連射これでいけるか。ダメージいって貫通、貫通いります。毒グレの方はね、あー待って、マグネット上なんだ。ジャンプ台があるとねポンポンポンっていけるんですけど、ちょっとこの中間ないのか。ジャンプ台を軸に高機動でねその割の時間うまく使うっていうのは最高なんですけど、使えれば。割引、走れ走れ。3来た、3スバタ、3リロード。あ、いいぞ、倒してない、よし OK、 倒してないです。やってきたら回復させんな、回復させんな。しまった。じゃあ、ちょっと早くしようか。
倒さないといけないですね。3のこの火力 OK。 あ、倒せないね。ここは上げとこうか。まあ、言うて20レベルよ。持続時間は悪くないね。さあ3スパッタ来ました。おっ、まあ、1個目に3が出るのは大きいですね。出ない時もありますから。とにかくこっちは効力等を上げていく。これちょっとロックしようか。サンスバタも効力したと思うんですが、19、64、まあ、主にやっぱ爆弾が一番高いかなと。19、16スタート、12スタート、32スタート、まあ、ビームは当たりやすいってありますけどね。これで追われても大丈夫、追われても大丈夫っていうか、なんだろう、機動力生かしつつの3ビルドね。背後に強いよと。2つは何か潰しとくか、戦略的にね。前に強くないので、ジャンプを意識しないといけないね。どこでジャンプができて展開できるのかと。まあ弱いどころじゃないですけど、前に向かっては。前は想定してない。スバタ2連式にした方がいいかなと思ってまして、後ろ特化型で行こうかみたいな。こうしてるうちはね、後ろから来るうちは大丈夫だよね。ちょっと怖いですけどね。背後に、ボスとかはもう背後にやった方がね、基本的には楽ですから。前が全くないのは問題ですけど、ここをね、ホリアスとかがいるわけじゃないから、こう固定するのは全然強いと思うんだよね。まあ、いずれ飽きます。それでもあそこ通すにはだけどね、しょうがないね。あいつをスバタじゃ撃てないか。貫通が必要そうだな。ここまで来たらサンドロー。いけると思うんだよね。信じてるんだ。これさ、最後につけたいけど、うまくね。3レベル上げてもなーっていう。かといって何かあるか分かんないしな。あの、HP 回復。この回復がしょぼいも含めて嬉しいですね。無理しなくていいね、これで。まあさすがにね、さすがに案件ですよ、さすがにね。3を残す。
爆発の範囲と分割があればいいかな。どんなやつにサンが響いてくれるか。まだダメか。いや、まだスバタがね、本領発揮してないから、こっから真のスバタがあいつらを襲うんで、今だけだよと。聞いてんね、いいね。あいつ、お、リロード、さすがリロードかなと思うけど、なんか爆弾以外微妙だよね。こっちどうしよう、運が効いてきてます。知らなきゃ。マガジンいっときますか。これはよし、これがあれば大丈夫と。で、リロードがダメなんだよね。頑張りましょうか。投資回復見て、いや、いいね。半分までくれっていいのよ。最高です。OK かな。まあこれ別にそんな絶対じゃないからね。出口にゴールがね、出口方向に向かってあるといいね。自分から見て、さあ、まあ、横くらいまで打ってくれるんで、オッケー。新スバタ、新ステージ、新スバタ。いかがでしょうか。よし、新しい敵のうざさえ対応しているものなんでね。スバタがなくても死んでくれるくらいまでいければ最高なんですけど、こんなもん頼んないけど潰せないよ。これが一番強い。ほい、あ、こっちかな。ドローンはね、どうしよっかな。数が欲しいかな、一番出るやつ。スバートね、ここです。で、反対側で、まあ、前後打ちじゃないんですよ。こうこれ後ろ側2発、完全に前捨ててます。前捨てるのが新スバタなんで。
で効力ダメージ、まあ、スバタはダメージが欲しい、他のやつは効力が欲しいやつもある。この全体の強化は効いてきます。真後ろなら最高に。スバタゾーン、それスバタゾーン入ってんのよ。いけますね。あ、こいつはもうこう、あー前行かれたな。よし、尻尾を見せてあげると。ホルがゴールドかな、まあ、ホルのそんな多いマップじゃないですけどね。あいつまで届かないな、うちのこの姿が。うちのこの姿届かないから貫通あげないといけないね。アーティファクトとかでやればいけますかね。姿につながるものを基本的には取りますよ。3のコールか姿につながるかなと思うんで取ってますけど、あとはいいもん、シンプルにね。いいね、この辺詰まるな、何なんだ。さっきもちょっとありましたけど、ね、ジャンパッドないときついな。それ前提で行かせてもらってますから。まあちょっといいか。あ、この辺にあったね、ジャンパッドね。まあゴールしよう。回復、もうちょっと攻めていいね。ジャンパッドないなら足早くしないとダメだね。まあするか。ちょっとだけね。あ、いいね。いや、体力かな。ロック。とりあえずまあオーバークロックで強化できますから、そこは取って、まあ、スバタもこれでねしょぼい強化なら取る必要はなくなりましたね。あとこれめっちゃ足速くして飛んだ時にどこまで行くのかちょっと気になるんだよな。あるんじゃないかなって思うんですよね。すごいジャンプ。2つある。すみません、お前らを楽させないぞ。さらばじゃん。ぐらいこの姿を。やばい。よし、聞いてます聞いてます。あいつビビってますね、うちの姿に。あ、ビビってんなら逃げるか。あ、金の嫁借金しましたよ。めったにいませんからね。なんかこのマップなんか出会いがちじゃないに、ちょっと多めに見る気がする。まあ、今んとこそんな言ってないから印象なだけですけど、今後もこのペースで出れば多いよね。リロードどう？ 0.72 か。いや、ここ書いてる。姿以外の持続時間伸ばして、姿以外があんまやんなくても出るように、出るようにって、まあ残ってる時間なんですけど。ナイス、それ。それ、あ、それ。今2個ドローン食いましたね。これがうちのやり方です。まあ自分の近く攻撃してくれるやつがドローンくらいしかないんで、あれに頼ってるとこあります。お、装備品タグ1234567891011
9、ああ、結構ありますね。取りましょう。取りましょう。ナイトラマリだなと、今思ったんですが。そしてその結果、ナイトラの方が良かったんじゃないかなと、今、思ってまして。まあまあまあ。もうちょっと考えればよかったですね。追加武器はないからな。上がってはいますけどね。長期的に見たらナイトラだったな。銃声なんでね、そういえばね。サンの上に敵が、自分の行動範囲が広いと敵がね、時間差で倒れていきますから。毒なんで。リロード、まあ、いっぱい投げればね、爆弾も。あと、そう、貫通のアーティファクトは、貫通は素肌にしか入んないけど必要です。これ絶対ね。右か、お前らやめろ。お、貫通ナイス。求めたら来んのよ。いいね。結局死にまくってます。もったいないね。でも多分相当ね、マグネットあげても取りきれんと思う。痛い痛い痛い。よし、やっぱ3だな。あ、持続どう、爆弾わかんないけど上がるんですよね。その爆弾の3の残る時間だと思うんですけど、こういうのはシンプル出る時間でしょ。2つはこっちは残る時間だよね。ね、上がりますから。リロード 0.45 か。マガジンからしてさ、別にそんな急がなくていいよね。取るメリットもちょっと薄れてきてますかね。クリティカルは56か。取りましょう。ちょっと取るか。上げるために取ります。まあこんなもんかな。とりあえずスバタ以外の武器はとりあえず上げでいってもいいかもね。本当はね、まあ効力が一番いいかなと思うんですけど、ビームに関しては射程で全然いいんですが、見てないですね。この木邪魔なんだよな。回復あらかじめ潰しとこっかな。この子ただ回復がないっていう点が厳しいよね。お前、まあ、許さないぞ。待て。よし、ちょっと待って。お前が死ぬか。さあ、ここはアーマーではないね。あ、これはクリティカルよ。よし、来ました、完成体スバタ。あ、まだ貫通はでも出たんでね、アーティファクトなくても同じパーセント出たんで、まあまあまあ、そんな OK ですって感じだね。まあ、まだ欲しいは欲しいけど、また出てくれればいいんでね。前に弱いな。前に弱いのはね、ちょっと後半きつくなる可能性は当然ありまして、前に突破しないといけない局面マジできついんでね。そこいかに横に向けるか。
あ、だ、3か。びっくりした。回復と同じ色だから、なんか尋常じゃない回復起きてるかと思った時に。びくったー。あ、射程ないっす。ここジャンプ生かしたいな。いいか、君は簡単なんだよ。こいつを倒すための姿まで。ツインズよりかはね、圧倒的に見えやすいね。いや、まだスバタは強くない。始まりの戦いよ。固くされても大丈夫。これがスバタ。これがスバタ。潰されたわ。あ、でも効力上がるのはいいですね。欲しかったやつ。これがスバタ。マグネットない、マグネット、マグネットがないですね。足の速さで抜け切るっていうのはちょっと展開としては面白い。付属時間はいいですかね、別に伸びてますし。まあ残していいか。203ダメージ。いや、しかし3で上がってくんで、これはもうねすごいです。でクリティカルダメージも出ました。率も 95%。 お求めのとこ集まってます。問題は直、ね、前への推進力の低さ。このジャンプパッドで解消しようよっていうのがねテーマなので、後半をより生かしていきたい。前半まだなんとかなったんですけど、こんなとこに作っちゃダメよ。ナイトロー、もしいけるね。いや、ジャンプパッドもっと欲しいよな。いや、あるはあるんですよ。2回から潰したか。今のところジャンプパッドに乗れる場面がないですね。敵もジャンプパッドでしか、もう局面をどうしようもないような時、ジャンプパッドでしかどうしようもできないというね、その時を待ってます。あとは敵がなくなったら飛ぶやつがあるんで、アーティファクトね、あれも欲しいね。もうこうなった時にはもう飛ぶことはできないですから。デコの家経験じゃなくてない取れない。
倒す、まあすぐは倒せないんだよね。採掘行くか、いやー、うーん、行くか。おら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 、よーし、いいぞー。会社員も欲しいけど、ちょっとまあね、増しといて。いや、経験値超漏らしてますね分かっていますが、もう体力いいかな。味取る別に回すのもあれだしな。おらもはやいらない。あれを通る敵がいまいましい。見てこの手を、これぞまさにドリラーでしょう。新ドリラーでもありますね、これはね。おら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 と、ナイスキャナーがね、火を吹きますよ。おいおいおい、おらしゃあないよ、あれはしゃあないね。ジャンパッド目の前見えても敵が大体いるからさ、踏むまでに安全かどうかっていうと安全じゃないの。はい、やっぱちょっと会社員どんだけ上げてもちょっと取れなそうだ。近い敵はいいんですけどね、ちょっと遠い敵も死んでると思うんで、このばらまきによって。いやー、なんて快適なんだこれ。食らうの、ああ、貫通、ちょっと待ってね。いや、いります。終わったんじゃないこれ。ここなら攻めて取りたいな。いやー、どうしようかな。ダメージかな。採掘も最高ではないんですけどね。痛い痛い。でも大丈夫、この回復力。いや、これはお金を節約できていいですね。まあ死ぬほど持ってますけど、ちょっとオーデーかな。で、爆弾、まあいいかもういいや、まあ、爆弾いっとこう。さ、ナルハイでいってほしい。ナルハイでこれも一応いっとこう。
それね、うん、効力の方がいいかな。お、ナイス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 。次いっとっかな。 104%、 まあ、ただ確定ではあるね。1回確定、2回目 4%。 うー今のはなぜそんな飛んだ、そんな速かった足。ボン、飛ぶか。いたよ。いや、スバタ効いてますね。スバタが後ろを撃つ武器じゃなくなってくれたらね、最高なんですけど、アイデンティティを取るようで申し訳ないが、今回それ言ったらスバタ使わなくなりますけどね。後ろ打つからスバタ、前どうするかのことに関しては無視して前はもう雰囲気でなんとかしてますが、前に敵はいないか、前に道はないか、前という概念がなければ最強ですから。ドローン、いや、こっからまず爆弾をね、まず止まって感じですけど、あと3です。これってさ、掘ったら上がるんだよね、このドリラーの掘る、この25回のやつって面積が減るから一緒にたまるのかな。よし、くたばれ。こうだ。うわ、やばいやばい。これ無理じゃない、ちょっと。どうしよう、倒しちゃうか。あの木が邪魔してます。何にも生み出さない、生産性のない木が。よし、暗い、まあこれかな。クリティカルも上がるしね。どう言ってもめっちゃ経験ちゃうわ。よいしょ。いや、右とかに見えるけど遠すぎるな。まあ、行きます行きます。レベルじゃないんで。これいけるよね、トロッコ。最後まで行くっていうのは重要ですね。それかなそれなのかな、ちょっと。ちょっと考えようか。あ、そう、それでいいぞ。で、まあ、投げる、ちょっとこれあんま狙いたくないんだよね。まあ、偶発的に出ること全然いいんですけど。逃げ出すか。まあ、なら投げるか。まあ、うん、どっちでも。これ52、214 強、さすがです。もう、まあ、あんま上がんないね。よし、まあ、これ上がります。だから
前手は食らいたくないですけど、まあ食らっちゃった時にめっちゃ出てきて効力ブワーいって姿ドーンっていって敵は消滅します。敵とこの宇宙が消滅しますね。で、掘ってくれる武器持つとあの木とかも削ってくれるよね。嬉しい。あれ木削ってよね。ちょっと定かじゃないな。確かなくしてくれたはず。あんな忌々しいから、ね、覚えてると思うんです。切らされるんであれば。嬉しそう。やばい正面の時期に今出ました。流れるよね。ブシッ潰して早めに行った方がいいかな。ビーコンね、弾く分でいいんですけど、中央を通ろうとすると怖いんですよね。で、全くジャンプないんですけど、ナイス。ナイスからのナイス。いいんじゃない？ナイトラーで、あ、まあ、クリティカルがあったら面白いんでね、まあ、爆弾いったしな。取っていってもいいかもしれませんね。まあ、ビーム上げてもホンスフェルだけで、そんな重要かっていうとね、スバタだけでいいんで正直。後ろを向いたら敵はもう、後ろを向いたら敵は死んでます。ほら、やるぞ。行き過ぎた。危ねえ。レベルはおし、ちょっと待って、貫通12か。いります。 OK かな。30残しでクリティカル136。お金の方は使ってね。でも最後あれ出たら欲しいな。まあでもこれ欲しいな。うん、まあいいか。ペイトゥウィンだね。ペイトゥウィン来たら欲しいなと思うんですけど、まあまあまあ、まあ、残しとくか。ちょっと何かお金系が使えるかもしれません。あぶあぶ。回復させてもらって、ああちょっと潰しとくわ。まあ今のこの毒ならね、回復しながらでもいけると思う。飛べ。矢の雑魚から70ダメージと、もうね、
怖っ。あー、第70ダメージ。爆薬しに行くか。ここの詰まってる今。ちょくちょく詰まるな。うわ、来た。ペイトゥーウィンだったら困るな。あ、出た、ダメージ受けた、逃げるやつ。これよ。うぃ。このダブルジャンプでいきます。回復させてもらおうぜ。敵も回復するが追いつかなきゃね、いいのよ。それはまるこの致死量の毒、これでいきます。ただボスはねさすがに無理だと思うんで、ナイトラでクリティカル170-450、まあ2回分いくよと、おおむね。これが新スバタ、サンスバタですね。新サンスバタです。始まりの貫通ショット。回復させてもらおうかな。縦に並んでもらうのが一番ありがたいね、ツインズは。お前だけ倒してやろうか。どうやら終わりのようだな。その後ろに隠れて無駄だぞ。あ、少ない少ない。危ない危ない。痛い。クソ、やるな。ここまで苦戦するとは。さあ、3はライブダメージを増やしてくれると。その3を高速でつけて、いっぱいつけて、高速で打って、高速でダメージを重ねて重ねて、3スバタ、これがねかなり強いんじゃないかなとずっと思ってるんですけど、今回ちょっとそれをね検証する新マップでの新3スバタ。 DPS は22000、ダメージは4967万で、これでもちょっとスバタ3がねついてますから、3のトータル1億7000万ダメージと。